この度企画営業部長を拝命した生田香織です。初の女性管理職ということで大変光栄に思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。部長、大学で経営学を学び、マーケティングの仕事がやりたくてこの会社に就職した。入社した私を待ち受けていたのは昭和的な厳しい男社会だった。思ったことを口にするだけで生意気だと説教された。負けず嫌いな私は女だからと馬鹿にされたくなくて、ただひたすら仕事に打ち込んできた。佐藤君。はい。これお願いできる？はい。あ、今夜予定ありますか？部署のみんなを誘って歓迎会しようかなって思ってるんですけど。いいよそんなの、みんな忙しいでしょ。あ、でもせっかくなんで。お茶入れてきますね。大丈夫、自分でやるから。はあ、しんどいな、納期間に合わないかも。マジ？ああ、やばい、ちょっとやばい、ちょっとな。しかし女が上司ってやりづらいな。もっと他に敵がいるだろう。女性枠で昇進しただけだよ。ほら、女を管理職にすると国から補助金が出るらしいよ。そういうことか。いい迷惑だよな。全くだよ。部長。あの、すみません。歓迎会なんですけど、みんな予定があるらしくって。あの、よかったらうちでお祝いしませんか？でも今大事な時期でしょ。あ、大丈夫ですよ。ミキも会いたがってたんで。あ、一応確認します。ミキは私の同期で親友。上を目指して頑張ってたけど、2年前後輩の佐藤君と結婚して会社を辞めた。無理しないで。うん。すごい大きくなったね。うん。そう、予定まであと1ヶ月だから。へえ。女の子だったっけ？うん。すごい。香織昇進おめでとう。ありがとう。あ、すいません。ノンアルコールですけど。気にしないで飲んでいいのに。いや、でも悪いし。ああ、部長部長、OK やりますよ。次ます、次ます。やった。はい。じゃあ、乾杯。乾杯。多いかな。
里帰り出産するの？うん、明日から実家に帰って準備するの。初めてだからさ、ゆうきじゃ頼りになんないし。でも佐藤君も頑張ってるじゃん。それは香織がいるからカッコつけてるだけだって。だって家だと家事とか何にもやってくれないし、子供っぽいし困ってるんだよね。あ、ね、香織、ちょっと。何？ゆうきね、ああ見えてあっちの欲求がすごくって、妊娠してからずっと断ってたんだけど、子供に何かあったら嫌じゃない？そしたらね、一人でこそこそ AV 見て、最低じゃない？そのくらいいいじゃん。でも父親になる自覚あるのかなって。ねえ、そろそろお開きにしよう。でもまだ。いやでも、もうそろそろ寝た方がいいよ。でもお昼寝いっぱいしたし、まだ眠くない。でもやっぱり寝た方がいいよ。赤ちゃんによくない。この企画書は真面目にやってるんですか？もっと真剣にやってください。はい、すいませんでした。おい、なんであんなイライラしてんの？あの日なんじゃない？女めんどくせえな。散らかってて何忘れたんですか？あった。ありました？うん、あ、よかった。あ、そんなんいいですよ。ミキに佐藤君だらしないから、暇な時に手伝ってあげてってお願いされてるの。あいつ、上司にそんなこと言ってたんですか？いいですよ、そんなの聞かないで。いいの、いいの、親友のお願いだから。でも悪いですよ。あ、はい。こんなんじゃダメでしょ。私、なんか作ってあげる。いや、いいですよ。いいから、いいから。昨日飲めなかったし、今日は飲もう。そうですね。乾杯。乾杯。早く会いたいです。羨ましいな。あ、でも香織さんのこと羨ましがってましたよ、あいつ。そう。ミキに隠れてエッチなビデオ見てるんでしょ？え？最低だって怒ってたよ。香織さんにそういうこと言わないでほしいな。あと、ゆうきくんが
見た目と違って結構性欲強いって話も聞いたし。あいつ。ミキが妊娠してからしてないんでしょ。かわいそうに。一人でしてるって寂しいよね。気持ちわかるよ。私もだから。酔ってます？酔ってないよ。私なんか酔うと男の人にめちゃくちゃにされたくなっちゃうの。私も性欲強いのかな。何言ってるんですか。私なんか変なこと言った？飲みすぎです。水持ってきますね。言われた通りにやりましたけど。どこか？一つもやってないじゃない。やる気がないなら迷惑だから今すぐ辞表を書いて。やる気があるならすぐにやり直して。はい、やり直します。今日もイライラしてんな。更年期なんじゃないの？たまんないね。あんな感じでさ、毎日さ、カミカミカミ言われたらさ、こっちもやる気なくすよね。八つ当たりじゃん、あれじゃん。ほんと参っちゃうよな、なんじゃさ。やめてくんねえかな。あ、どうも。料理しないんだけど、たまにはこういうのもいいね。はあ。いいよ、食べて。はい。こっちも食べて。はい。
もしもし。そうなの。あ、うん、うん、分かった。うん、じゃあね。あの、ミキ、破水したって。予定より早く生まれるみたいです。状況で無理ですよ。体調はいいよ。ちょっと眠いけどね。昨日ずっと授乳してたからさ、眠くって。でもご飯も食べれるようになったし、安心してね。ちょっとお腹すいたみたい。かわいいでしょ。かわいい。パパだよ。1ヶ月検診終わったら帰るから、もう少しだけ待っててね。早く会いたいな。出産おめでとう。香織、今日休みだから、ミキの言いつけ通り結城くんの面倒見に来てあげたの。どう、ママになった感想は？ありがとう。すごい幸せ。おっぱいあげると喜んでくれるんだよ。へえ、そうなんだ。かわいい。あ、名前考えてくれた？あ、ちょっとまだかな。ねえ、ゆかってどうかな？ゆか？あの、ゆうきの名前と香織の名前から一文字ずつもらって。え、香織さん、いいと思わない？よくない？どうしたの？あ、昨日ちょっとあんま寝てなくて。あー、そっか。あ、うん、またね。うん、じゃあね。より我が部署でも完全リモートワークを試験的に導入することになりました。生産性を下げないようによろしくお願いします。はい、はい。家で仕事か。神さん嫌がるだろうな。あの女と神さんどっちがいいんだよ。神さんの方がマシか。ゆかちゃん、パパお仕事だから静かにしてようね。リモートに移行して今年で半年ですが、生産性が下がっています。これはチーム全体のコミュニケーション不足が原因だと考えています。今後は1対1でのミーティングを実施してメンバーの状況を把握していきます。またその際に業務の話だけではなく雑談もしてお互いの理解を深めていきたいです。初日のミーティングは鈴木さんでいいですか？
では全体会議はこれで終了します。そんな顔しないで仲良く雑談しましょう。雑談って言われても何を話せばいいか。いいのよ、何でも。人生相談とか。人並みの幸せってなんだろうね。幸せじゃないの。幸せだよ。